両上山周辺の地形図。両上山は、画像の中心両上山は、埼玉県秩父郡小賀野町と秩父市の境目にある山。奥秩父山海の北部にあり、標高は1723メートル。日本百名山の一つ。山岳信仰の霊峰であり、両上山、三部山、武甲山を合わせて、秩父山山という。三名は、いざなぎ。 イザナミの神を祀っていることから、両神と呼ぶという説。日本穂高の陶勢の折この山を8日間見ながら、通過していったので、両神山と名付けられた説。竜神を祀る山が転じて、両神山となったという説など、諸説ある。古くからの信仰の山であり、京都山道とされる東表の日向大屋からの道には、数多くの石仏、石碑、町目石が残されている。 浦島からの登山道にも興味深い石仏が残されているが、今は廃道となっている。北陸の尾の内には四道神社があり、尾の内沢沿いに八丁根状の奥のみ山で東廃路があるが、今では荒れていて危険である。山中三陸の神社では通常の狛犬の位置に山犬すなわち狼の石像が置かれている。狼を神の使いとする三神社の影響が、 伺われる。地質学的には、両神さんの多くの部分は、チャート成分で形成されている。チャートは、数億年前に海底に沈んだプランクトンの化石から、できたもので、鉄よりも硬い。4月下旬から5月中旬、山頂一帯に赤や潮が咲く。自然林が多く残され、紅葉が美しいことでも知られている。八丁峠から登るコースは、鎖場の名所として有名。 滑落者が埼玉県埼玉のコースでもある。また、以前は旧両上村の白井佐集落方面の登山道が山頂までの最短ルートであったが、行政と地権者との相続税に関する見解の相違からトラブルとなり、2000年4月頃に地権者によって登山道がバリケードで封鎖された。その後、2000年10月に行政上は廃道となり、道標なども 何者かにより破壊されている。現在は、日向大屋からの登山道がメインルートとなっている。いずれも、当面の、日向大屋の両上神社未蔵院と浦島の御竹神社混合院の任院を使用拠点として、主権道が展開されてきた。混合院の古文書では1679年の古教書、未蔵院の古文書では1753年の部人状が確認されている。 後者は、さらに古い歴史を有する、可能性があるが、幕末に、集落ごと全焼する火災があったと言われ、多くの古い資料が失われたと考えられる。かつては、女人近世であった。初めて女性が登ったのは、1914年に、高事登山として記録されている。1935年に厳前橋が、奥秩父族編で、両神さんの歴史や伝承とともに、 主なコースと一部の沢を紹介している。1975年に、いいのよりじが、両上山で、両上さんの多くの尾根沢コースを紹介している。1980年に皇太子が、当時の両上村長の案内で登頂している。1990年に、両上村子編纂委員会によって、両上総書3両新山が刊行された。両上山にまつわる、歴史。 伝承、地質、動植物などを記録している。山中の石仏、石碑などについても詳しい。このほおさめぐるから、奈良お沢峠と天理だけを経て山頂に至る、登山道もあるが、一般的なコースではない。ありがとうございます。